どうなんだろうなまあ「ブラックホークは」は名作中の名作だからねうん。 あのね、これね、今、チワノリが書いてるけど、ワルサー PPK と間違ってねえかっていう。バカなのお前。ワルサーも出してるけど、コルトも出してんの。アメリカは武器商人の都だから、商売で共有してるから、どっちも出してんだよ。おめえが知らねえだけだよ。バカ。 この野郎。おい。はい。佐野の勝ちです。知らねえんだよ、どうしろと。だから、あえて、俺、コルトって言ってんだよ。ワルツァーって言ってくる。こいつ、ルパシェンシーとか、もう、ワルツァー P38 とか言わねえから。あ,あ はい、お疲れさです。下がっていいです。何にも知らねえから。差の完全価値格。そうよ。アメリカの武器は、ブランドは違えど、全く同一商品はいっぱい出てるから。うん。 バカだなあチワノリ。初期ロットの握りのところは、PPK って削ってあんだよ。これはもっとやつだけが知ってるけど。な。残念。ブラッ ブローバックいや、ブローバックも、まあ、どうなのかね。引っかかなかったな。ああ、大丈夫、大丈夫。うん。お前らが俺の嘘をめくるとして頑張ってんのはわかるけど、 トミーガンって何だよそれ俺は拳銃は所持はしてないよトンプソンそう知らねえな 酒飲みながら撃ってたんですよね。当たれ当たるわけねえだろ、そんなの。バカが。ええー、と、佐野さん、昔、猟銃撃ってたからな。ええー、とですね、親戚に、狩猟の免許を持ってるのがいて、 よく山に連れて行かれてました。いや、これね。やっぱりな、そこはいいとこきりに聞いた。絶対左で撃つんだよ。右では、あ、あ、あ、右では撃つの。左では撃てない。うん。当たんねえよ。 これ不思議なんだよな。利き手で撃つ。だから握りの角度がもう右手寄りに作ってあるんだよ。これわかる人はわかる。うん。ほとんどの拳銃は右手寄りのネックになってるから。うん。 いやあ、わかんねえけどな。うーん。しっくりくるかどうかの話だけど、わかる人いねえよ。だからそんな話はさせたんの。誰だよ。お前らよ、ちょっと待て、今日、俺のな放送のテーマは覚醒剤と拳銃とろくなもんがいねえだろ。 やめねえや、これ。おい。やめなさいよ、本当に。バカたれが。いや、お、俺は悪ぶりたいわけじゃないの。悪だから。ね前回。 前回十番のワルですから、アウトロ配信者の方ですか。それは、あの、浜田とか、あの、和歌山県の、人のとこ行ってください。うん。結構、やばいから、浜ちゃんな。あるね、あら、ああ、お、お、お、俺ね。あと、 あのー、あっち北陸の狂犬ほぺちゃんのとこ行ってうん <laughs> もうガチンコだからこれはうん「浜だってやばい」いや 俺は2回ぐらい飲んだことあるけど、まあ、圧力はすごいね。やっぱり。おってなるよ。タッパが187ぐらいあるから、でけえでけえ。うん。うん。 そうよ。でけえんだよ。浜ちゃんでっけえから、本当に。お、びっくりしたでっけえんだよ。俺、最初の一言がでけえなって。うん。浜ちゃんさ、いつも座って、あんねえ、あんねえ、ね、って言ってるから、みんなわかってねえんだけど、リアルであったら、めっちゃたっぱあるな、これって。これ、叶わねえな もう喧嘩無敵って言ってるからこれかなわねえなうんハマちゃんとは喧嘩はしたくねえなうんマジでハマちゃんは幸いなことにうなちゃんマンを嫌いじゃないから 助かってる。うん。ね。コルトを仕込んどけばいい。馬鹿言ってんじゃねえよ。あっちはいつだってパイン、アップルとか持ってきそうで怖えから。やめな。本当に。ハマーちゃんかわ、怖い。 あうーんでも浜ちゃんはぶっちゃけあのー、優しいようんだから手榴弾とかやめれやだから濁してパイナップルって言ってんだからよおめえらよやめなさいよ180あったらビビるなそりゃおめえ 180超えてるからな。187ぐらいの感じだったからな,な。うわ、でっけえなって思って。映画の放送を覗いていきます。もうん。ハマちゃんは、あったら、 うなちゃんとか言ってくれるし。うーん。その点では俺は、なんか、俺が浜ちゃんの真似してるのも浜ちゃん知ってるから、笑ってるけどね。俺の真似してるらしいね、とか言って。 言われて。おおみたいな。たまにやらしてもらってますよみたいな。うん。<laughs> 意外と評判いいよとか。<laughs> あ、そうみたいな。佐野ちゃんって言うよね。あ,あ、浜ちゃんはね。俺のことをね。俺も浜ちゃんだから。うん。 ああ、あサノちゃんね、サノちゃんねって言うよね。アウトロー配信者ってどこでやってんのわかんねえな。一気にカリンマロいなくなったな。いや本気で、全くいなくなったな。 オラオラ系は。どうなんかね。さ、いお、ほ本当に。もう、喧嘩と記者は、ほぼ、いなくなったな。うん。コンプライアンスなのか、なんだか、それは俺、わかんねえけど。 うーんまあねえだからこういうとこもさ入れ墨バッチリ出てる配信者もういなくなったよねうーんかっこいいけどなうん うーんまあ、俺は、痛いの嫌いだからうん、一生とね、取れないから、うん、って一瞬考えた時はあるけど、存在自体がアウトロー。いや、そうでもねえよ、俺。うん。オラオラ系最強の鳥で、 やめてよ、もう。俺、そこは、俺は責任持てないよ。キューピータツー、怖かった。どんぶりだからな。うん。キューピーさんな。俺、キューピーさんと、三3回ぐらい飲んだことあるよ。なちゃん。 「KP ーーしてくれよ」って言われて「キユーピーさんじゃああんたたち行くわよいいわね KP ってやったよ」いや KP はしたけど あ、俺、キューピーさんのことに関しては、土下座は多分一回だけだと思うよ。それはある組織から俺に直前があって、おめえは何やってんだっておきを据えられて、さっさと謝れと。うん。 涙が出て全然出てこないようんマジでうん北さんまあ通称北さんって言われてるけど本名はまあ誰も知らないんじゃないかな 俺の顔なんか、潰ししても何でもいいんだよ。うん。四中の先輩っすかカツサンドもお前の脳みそはどこに行ってんだよ。それは、大野だろなあ。 だから余計なこと書くんじゃねえってんだよおめえらはよだから嫌いなんだよ謝罪だけで終わりおうキューピーさんは「おうもういいよ」って「うなちゃんや」っつって愛心で言ってくれてんだから もうそれでいいからよって言ってすいませんでしたうん月板屋さんだよなあ悪ボロのあの作者うん俺は面識はないけどな俺が 山中に入った時に板谷さんは山中卒業だから。うん。ただ、噂は聞いてるよ。うん。うん。だから、ゲッツさんだろう。ゲッツ、板谷。だから、会ったこともねえから。 うん。いろんな人に詰められるたびに泣いてたね。なんかね、ここですよ、千和則くん。最後を絶対的に詰め切ってくれないんだよね。ここでしょなあ。 あの人はタバコやめたんだろ知らねえよどこまで追っかけてんだよ気持ち悪いな。吸いたきゃ吸えやうんこまん。じゃあてめえよ、突板鉄板も知ってんのかよ、この野郎。おい、この野郎。 あ俺は可愛がってもらったけどね。たまたま、美ノ島さんに気に入られただけのブッシュマン。ああ、もちろんもちろん。すっげえ可愛がってもらって感謝はしてるよ。知らねえのかよ。だったら下がれや。お前 立川の話すんな。突破ん鉄板知らねえんだったら、この野郎。にわかが下がれや。もちろんだよ、ブロックのり。虎の胃を狩る狐でなかったら、 あの当時の立川では生きていけなかったのは事実。これは認めるよ。うん。ロイ・清川古いなあいつヤクザのふりして、結局ヤクザじゃなかったじゃん。 元利なあゲッツさん板谷さん今埼玉だようーん詳しいねうん座骨神経痛いや病人かよ うるせえよ <laughs> 知らねえよおめえの座骨神経痛なんてよ行けや病院よ「雅郎」とか懐かしくないですかいや雅郎も懐かしいけど山梨の暴君っていたよな誰だっけな 山梨県の、いたんだよ。今、配信やってねえのかなだ、誰だ,だったっけなまあ、うちのリスナーだったら、ああ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 ぐらいに、 ってるのはいると思うけど。エセ関西ごときにビビってたチワワノリ。いや、俺別にエセカンとは会ったこともあるし、別に、あガローも山梨だったよ。ガローだったっけな山梨結構ね、勢いあったんだよ。あそこはね、あの、ヤバめだから。 ああ。ガジラれてたんだろうもとりあ、これね、はっきり言って、ガジラれて、潰れるやつだったらそれまで。わかるなあ。かっちゃんいらっしゃい。 そんなのいっぱいいるんだよ。うん。俺は、絶対的に、バックアッパーと、で、いないと、立川で生きていけねえなって思ったから。いくらだしおめえに関係ねえんだよ。うるせえな。 うるせえよ。まあまあ普通に言えば佐野はあのいつも、うん、銭持ってるからいくらでも持ってくるんだろうなって言われてた。 うん。だから、俺、財布に、いつも200万は、絶対入れて、外を飲み歩いてたんだ。夜中に電話あって、おうって、おめ今どこにいるって言われて、おめえの車、止まってっから、もう、車止めるとこまで、全バレだからな。 ああ、うおー飲んでますよ、って。金出さねえと、でかい顔でっきいねーおんもとりー、それはそうだよ。うん。メンツがあるからな。うん。 よろしくお願いします。だから、こっちからしてみりゃ。うん。まあまあ、だから俺は立川で、あの、偉そうにやってこれたのは、もう感謝以外何もない。うん。 今は全くメンツがない。あ、もう今はね。そういう、あの、業界の、俺が、俺がっていうのはないよ。うん。金持ってた設定もやめな。小遣い2000円。まあ、あくまでも、それでもいいよ。 うん。関東所払い不良に降りたかったことがないのに立ちかはできんだからね。なあ。力が、 キャバのボーイで時の態度の悪い客がダブルダブルシークレットのボーイだった時なのでも結局若いしなったろ もう元気し,してますかぐらい。うん。寿司屋なんかどうでもいいんだようるせえな。